続いては2年 F クラス姫路みずきさんの料理コーナー宇宙のミスキッチンです。さあ今日はどのようなヘイ料理が出てくるのでしょうか。それではどうぞ。皆さんおはようございます。姫路みずきです。今日もよろしくお願いします。では早速メールを見てみましょう。私には婚約相手がいるのですが、恥ずかしがり屋なのかなかなか振り向いてくれません。そんな彼を一からにするパンチのあるお弁当メニューをお願いします。 by A 組ケイシマ。それではパンチの効いた冷たいスープカレーを作りましょう。パパ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 。ご飯うどん、誰でも簡単に今日作りたくなる愛情レシピをご紹介。せーの、宇宙のミズキッチン。秘密の特製レシピを使って皆さんも一緒に作っていきましょう。はじめにじゃがいも、人参、玉ねぎ、適度な大きさに切りましょう。ここで香ばしさを出すために濃硫酸を加えます。濃硫酸は脱水作用で糖が炭化されるので香ばしい炭の風味が漂います。さらに塩味を濃くするために濃硝酸を加えます。お鍋と反応して硝酸泉ができます。夏にミネラルと塩分は大切ですよ。水面が落ち着いてきたら保存料に亜硫酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウムを加えます。これで食中毒も安心、いつまでも美味しくいただけますよ。スープをしっかり冷やしたら甘みを出すためにグリセリンを加えます。最後にオリーブオイルを加えたら今日はこれで決まり。甘く切ないパンチの効いた味で狙いのあの子もひとっ飛びです。できたスープカレーは魔法瓶いっぱいに静かに注いで持っていきましょう。空気が入らなければ振ってもあまり爆発しませんよ。レシピを悪用してはいけません。目的以外の用途に使用しないでくださいね。良い子は真似しちゃダメですよ。